さあ、今マシンが最終コーナーパラボリカを立ち上がりまして、この快晴のモンツァーのもとに9台のマシンによる DTM の戦いが今始まろうとしています。9台の中から優勝するのは一体誰になるか。さあ今レーススタート。さあまずはトップのワイパーさくらちゃんがいいスタートを切るでしょうか。それともアウトサイドから GTR 蛇蹄がかぶせてくるかどうか。1コーナーでの飛び込みはどうか。蛇蹄がちょっと後退した感じになります。そして後ろではあーっとちょっと BMW が1台回っていた。あーっと後方で混乱だ。後方でちょっと混乱だ。4、5台くらい巻き込まれましたでしょうか。4、5台ほど巻き込まれましたでしょうか。さあ前方で前を見てみますと、野口が蛇蹄をかわしまして2番手に上がりました。22号車ウィンワード、メルセデスチームウィンワードが2番手に上がりました。トップ相変わらずローウェイレーシングワイパーさくらちゃん、3番手に蛇蹄、4番手に、トマト、そして後方はそうですね、ここら辺タックンが大きく遅れた。スピンしていた BMW はもしかしてこの BMW ということになるでしょうか。タックンの11号車 BMW 大きく遅れました。そして6号車フランカズから後ろですかね、フランカズから後ろ西悟りレイブリック、タックンと大きく遅れてしまっております。さあそんなことは裏腹に、トップのワイパーさくらちゃん、野口蛇蹄は、大きく後方を引き離しているという形になるようです。そしてトマトも、この隊列から少し離れましてついていっているという形でしょうか。さあそしてどうでしょうか。レース2周目に入って、現在隊列はパラボリカを抜けて3周目に入ろうというところ。さあローウェイレーシング、ワイパーさくらちゃんの後ろにですね、野口そして、蛇蹄が一気に迫ってまいりました。さあどうでしょうか。ここから伸びてくるのはどうになるのか。さあ22号車がインサイドにマシンを持ち出します。22号車ウィンワードがインサイドマシンを持ち出して、そしてアップスポーツライン3号車も行こうというところか。さあ1コーナーでのブレーキング勝負を制したのは22号車野口、そして蛇蹄が一気にその野口に続きまして2番手に浮上。ワイパーさくらちゃんは一気に2つポジションを落としました。ローウェイレーシング、そしてそれを後ろから見ているのが、99号車のアップスポーツラインということになります。さあこれで前に出たのが22号車。さあウィンワードモータースポーツがここで後方離せるかといったところ、そして蛇蹄が今ちょっと、お尻が触れたところにですねワイパーさくらちゃんが狙っていこうというところなんですが、ここはあまり無理はしません。ここはあまり無理はしませんでした。ワイパーさくらちゃんまだ状況を見ているといった感じでしょうか。さあどうでしょうか。さあ今度迎えたワイパーさくらちゃんですけれども、さあ今度また蛇蹄のインサイドに持ち出してきました。蛇蹄ここは伸びません。さあワイパーさくらちゃんが2個目の試験員インサイドに BMW を入れまして、さあここでプロペラ機のように鮮やかに舞い上がっていったと言えばいいでしょうか。2番手に浮上していきます。さあそしてその抜かれた蛇蹄の後ろからは99号車の方のアウトスポーツラインは迫っています。さあこちらアウディ勢がちょっと後ろから様子を見る形という風になりますでしょうか。さあそして後方集団に目を向けますと7番手8番手に西タックンが上がりました。さあここからまた序盤、ここからね、またね、前半グリッドスタートだったドライバーたちは、ここから追い上げていきたいところなんですが、おっとどうでしょうか。さあ、タックンの後ろにもう一度サトイ・レイブリックが突き返しまして、さあ、11号車と36号車のバトルの形になるか、アウトサイドから36号車、ゲットスピードがかわせていきますが、ちょっと立ち上がり劣勢が見られる。ぞ。さあ、どうでしょうか。ここでインサイドがもう一度開きまして、さあ、ここに入れてきたのはタックン、さあ、どうでしょうか。ここでインサイド入れる、ここでインサイドにマシンを入れていく。さあ、もう一度 BMW が差し返しましたね。はい。
ワーケンホースモータースポーツが差し返しました。そして前でもどうでしょうか。さあフランカツに一気に2社が追いついた。さあどうでしょうか。ここでインサイド入れてくるか。 HRT さあブレーキング我慢して、ブレーキング我慢して、さあここでですね踊るように AMG が前に出ていきました。マシーンが完全に今沈み込んでおりましたけれども、踊るように前に出ていった5号車 HRT の2種であります。さあ依然トップを守り続けているのは22号車ウィンワードなん、遠征 SMG チームウィンワードなんですが、後ろからワイパーさくらちゃんが迫ってきております。さあローウェイレーシングはここで一気に追い上げ開始。1分47秒934の急速なペースで野口に迫っております。さあウィンワード、さあ SSMG チームウィンワードはこの猛烈なローウェイレーシングを抑えきることができるのでしょうか。さあここからの伸びに注目したい。先ほどには AMG に UUD がありましたが、あワイパーさくらちゃんがここで BMW の力をフルに発揮してきたか。さあアウトサイドから、あもう直線であっさり抜いていきます。あっさり抜いていきました。野口はあっさりと後ろに下がりました。ささっと引いた感じですね。1分47秒934のとてつもないラップタイムを出しているこのドラえもんに先を譲る形になりました。4次元ポケットにはかないません。さあそして7、8番手9番手ここら辺縮まってきました。フランカズ、サトリ、レイブリック、ヘビー。さあここがですねちょっとフランカズのペースが上がってないんですよね。1分51秒台これはちょっと伸びておりません。後ろから来ております。ゲットスピードにレッドブルのフェラーリが迫られる形になってしまっておりますが、ん？あ、3番手にトマトが上がってますね。射程は何があったか、射程は何があったか。7周目に1分55秒470何があったか射程。99号車のもう1台のアウディに先ほど行かれる形になってしまったのは射程。これで、お、これで痛いポジションダウン。後ろから西タックも来ておりますので油断はできません。さあそして7番手争いどうなりますでしょうか。さあフランカズの後ろにつけましたサトイ・レイブリック。さあ外側に振ってきたゲットスピード、ここのアスカイ試験のブレーキング勝負はアウトサイドからサトイ・レイブリックです。アウトサイドからゲットスピードがかぶせました。これはやはりペース差の違いがありまして、36号車サトイ・レイブリックが前に出ていった格好です。さあ各社1回目のタイヤを変えたところ、各社1回目のピットストップを終えてタイヤを交換して燃料を入れたところです。しかしまだトップのこの、ローウェイレーシング、こちら31号車のローウェイレーシングだけはまだピットに入っていません。各社タイヤを各社ピットを変えているところなんですが、ワイパーさくらちゃんはレース半分をで3分を経とうかというところですが、まだピットに入っておりません。さあどうでしょうか。そろそろ燃料的にこの BMW M6 GT3 でもそろそろきつくなってくるのかなというところですが、さあこの週最終コーナー立ち上がってインサイドに追いました。さあここでローウェイレーシング入りまして、ワイパーさくらちゃんここで各車両の位置関係がはっきりしそうな感じです。その他の車両はすべて1回目のピットインは済ませております。さあどうでしょうか。さあ22号車メルセデス MG チームウィンワード野口はまだこの場所、まだ最終コーナーにもたどり着いておりません。さあ射程も、射程はその野口からも結構離されております。そして西田君も近いというところで、ここも注目していきたいところ。さあそしてワイパーさくらちゃん、まずはこのどこで出てくるかというところが注目なんですけれども、さあもう満タン積んで野口よりも、野口が今ようやくコントロールラインを通過したところですが、ワイパーさくらちゃんがしっかりとリードを作りました。ワイパーさくらちゃんがしっかりと野口をかわしたところからリードを築きまして、そのリードを完璧に守っているというか広げた形でしょうか、どうなんでしょうか。さあいずれにしろ野口とは形勢逆転ならず、31号車ローウェイレーシングワイパーさくらちゃんがトップを守るという形になりました。そして気になるのが4番手争いです。こちらが散りまってきております。さあ4番手の西、フィットタイミングでですね、フィットタイミングでもう順位は変わらなかったんですけれども、ペースがね、この11号車
ワーケンホースモータースポーツ、こちらのタックの方がですね伸びているということなんですね。18周目タイプ1分47秒150、それに対して2車1分47秒306という形でラップタイムの伸びでいきますと圧倒的に伸びていないという形。ただし射程もそこ、ただし射程もどうなんでしょうか。1分47秒672というタイムだけで見るとタックには、タックには若干、タイム伸びていないという形にはなるんでしょうか。さあどうでしょうか。この3、4、5番手というところなんですが、3番手射程にはある程度のマージンがあります。射程はこのマージンを保って走ることになるでしょうが、西としてはちょっと厳しいでしょう。コンマ2秒以上。コンマ2秒以上、タックンとは差がありますが、差はこれしかありません。射程のようなセーフティーマージンは持っていない西。さあここの周帰ってきてタックン1分47秒559ですが、西は1分47秒788、やはりコンパ2秒以上どの周でも遅れています。さあそしてどうでしょうか、西の後ろ。さあ22周目終わろうというところですが、ここでタックンが迫ってきた。身を案じたかのようにアウトサイドに振っていきます西。さあパラボリカでインサイド、ブレーキング勝負ではどうなりますでしょうか。タックンが前に出ていきますが、しかし分かっていたようにクロスライン入れてくるのは西。あーっと、しかしアウトサイド、タックンはらんで、これはまんまと入れられてしまったが、これは口実通りというところですが、ちょっと仕掛けるところ間違えているような気がするのは僕だけでしょうか。さあタックンがもう一度このストレートで伸びます、BMW 伸びてくる、一気に伸びる BMW、 ここでカーソーというところか、いや外側からかぶせて西が前に出ようというところ、あーっと、しかしこれは足元つまずいたか西。さあタックンが外側、ここは無理に突っ込まずに相手のミスを誘いましたタックン。これで4番手に上がりました。ワーキングホースモータースポーツちょっと突っかかり上げましたが、ここの試験のブレーキングでも、ワーゲンホーストモータースポーツが守っていきます、BMW。さあ、これで4番手に上がりました、タックン。さあ、レースは間もなく残り11周といったところですが、そろそろ最後のピットタイミングになってくるかというところになります、各社。さあ後ろの方ではピットに入っている車が、ちらほら見られます。まず99号車のアプトスポーツライン、そしてその後ろはゲットスピードの、36号車ソトイリーブリッカー、ここで2回目のピットに入ってきました。2度目のピットに入らない車もいるかもしれませんが、おそらくほとんどの車両は2度目のピットに行うというふうに思われます。さあそしてここが近いんですよね、差が変わりません。オーバーテイク、タックンがオーバーテイクしたんですが、そこから差が変わらず、そして前の射程との差もですねあまり変わらないと言いますか、射程もいいペース、射程も47秒から48秒台でラップを刻み続けておりまして、タックンがちょっとペース上がらずに思ったよりは差が縮まっていないというところ。さあそして間もなくビットインというタイミングでですね、この差で入ってきてどのような展開が待っているかというのが非常に気になるところであります。さあそしてここで、ああ各社入りましたね、入りました。さあここで中盤勢の4番手5番手が一斉に入ってきました。さあこれはどうなるかどうか、西の方がわずかに燃料残っているというところですが、ピット作業どうなりますでしょうか。さあ素早くタイヤを変えていって燃料ということになりますけれども、どうなりますでしょうか。おっとタックンちょっと早めに出したけ、うん、結構早めに出しましたね。燃料はわずか 65% 燃料はわずか 65% しか積んでおりません。これはどう
ですか？ん？西とはギャップ空きまして、西は多分満タンまで積んだんでしょうが、65% しか積んでませんね、たっくん。ちょっとこれは、まずいんではないでしょうか。ちょっとこの差ですと、最後まで燃料耐え方といったところ、そしてヘビーがピットに入ってきました。ヘビーもこれは2回目のピットインを行っているということになるようです。そして5号車に追いつかれてしまいました。28周目。残り10周を切ったところ、ここから残り10周を切るというところなんですが、ここで追いつかれてしまった西、かっくん。アウトサイド、もうやっぱ燃料足りませんね。これはまっさり、アウトサイドからかわされていきます。これで5号車西が、ラックの前に出るという形になりました。西が前に出ていきます。これで5番手に浮上で、さあそしてレースは残り、8周というところですが、ここで2番手野口がピットに入れてきました。2番手野口がピットに入れます。そしてどうでしょう、トップワイパーさくらちゃんは遅めのピットなので入りませんでしたが、さあ蛇亭も入れました。野口が入れまして、そして蛇亭もピットインです。さあ、蛇亭は 10%、そして野口はもう 5%、それぞれかなり燃料が残っている状態でピットに入ってまいりました。さあ、ここからどうなりますでしょうか。さあ、野口は 67% でピットアウト。後ろの西が今パラボリカですから、これは十分な差を持って出たことになります。そして蛇亭も今ピットアウトです。3号車、アプトスポーツライン。さあこれももう西はもう今ようやくコントロールラインを超えたところです。これは2番手3番手は堅実に守れるでしょうか。この2台2番手3番手このまま守ってフィニッシュできそうな2台というこのまま守ってフィニッシュということになりますでしょうか。残り8周気になりますのがワイパーさくらちゃん、1回目のピットが19ラップか18ラップだったような記憶がありますけれども、そこまで引っ張りました。ワイパーさくらちゃん大きく引っ張りました。レース周回数でいくと17周目にピットに入れたことになります。大きく引っ張ったワイパーさくらちゃんですが、2回目のピットもやはり引っ張っております。レース残り4周というところに間もなく突入いたしますが、まだピットに入ってきません。どのタイミングでピットに入ってくるのか。そしてまだこのドライバーミディアムを消化しておりませんので、ここからなるべくミディアムの先頭を短くするという感じでいくのでしょうか。さあローウェイレーシングのワイパーさくら団31号車どのタイミングでピットに入ってくるか気になるところ。そして後続とのマージンは十分だと思いますけれども、ここからトップを守ってフィニッシュできるかというところですが、さあここでピットに入ってきました。さあここでピットに入ってきました。ワイパーさくらちゃん燃料は残り 6%、 1周を回りきれる分の燃料は残っておりません。可能な限り燃料を使って戻ってきました。さあ後ろの野口とは十分な差が築かれているでしょう。野口は今まだ飛鳥石原を立ち上がったところ、やはりミディアムを捨てに来ました。やはりミディアムは4周捨て、ワイパーさくらちゃんさあ大量のリードを持って今堂々とコースに復帰していきます。さあ4次元ポケットでトップをダッシュしていきます。さあノーミスでこのバックマーカーも通り抜けまして、さあ31号車ローウェイレーシング全くもって完勝でした。さあ大きな拍手で迎えようローウェイレーシング。ワイパーさくらちゃん今堂々たる走りでトップチェッカーを受けました。おめでとうございます。全くもって完勝と言えるドライビングでした。そして2番手野口はパラボリカ最終コーナー立ち上がります。さあ野口も最後1分46秒864のラップタイムで最後見事な走りを見せました。さあウィンワードモータースポーツ22号車今チェッカーを受けていきました。野口2番手フィニッシュ表彰台獲得。そして3番手はどうでしょうか。さあ最後西がちょっと後ろまで来ていたんですけれども、さあジャーテー、さあ最後までギャップを守りまして、さあアプトスポーツライン3号車、さあこれも序盤から
序盤からしっかりとした走りを見せました。ジャテイが3番手フィニッシュ。そして4番手西、も追い上げましたが、この順位ということになります。メルセデスチーム HRT。 そして5番手燃料苦しかったタックンですけれども、5番手も盛り切りまして、ここでフィニッシュという形になりました。さあ、そして6番手、7番手、ああ、これは最後、トマトとサトリ・レイブリック争っておりましたが、サトリ・レイブリック、これは6番手で守るという形になりますでしょうか。さあ、最終コーナー立ち上がって、これはサトリ・レイブリックがトマトの前でフィニッシュということに形になりました。結果は、トップがローウェイレーシングのワイパー・さくらちゃん選手、2番手にチームウィンワードの野口選手、3番手にアップとスポーツラインのジャテイ選手という形になりました。皆さん、長らくのご視聴誠にありがとうございました。